おはようございます。おはようございます。今日本当にいるんですね。ね、ね、嬉しい。大丈夫な感じですかね。よかったです。うん、私も吉本の本当に格好で摩天楼って書いてるのか、え、知らないアントニーって見たらアントニーだったらよかったです。弱ってるのかね、今言って。弱ってるのかね、だって今まで荒れたことないでしょ、時。いや、多分ね、うん、いや、言わなきゃダメだったんだと思う、ちゃんと痛かったら言ってねっていうので、言ってねっていうのやっぱり言われちゃった。そうそう、あ、問題は本当に今日は汗かいて、多分めっちゃ流れてくるから、この色が多分めっちゃ紫になる。え、これ汗止めしようかな、なんか天然のやつ で、日焼け止めいいっすか。うん、天然のやつで、これ汗止め、なんすか、汗止めで。ここにそう、また色入れました。あ、はい。ですよね、ですよね。入れました。オレンジがめっちゃ落ちちゃって、入れ直しました。よくお気づきで。乾パンとかといたらやばいんですか。うん、出る。で、出ちゃうともう10年ぐらい出るって治療してて。早いうちに対処した方がいいって言いますよね。普通に出てる。あ、じゃあやるかなんか。うん、コラーゲンの。痛くない？若い時ちょっと変わったなと思ったり、ケリンジェルか。私はとりあえずいつも行ってるところに行かなきゃいけないなと思ってる。肝斑って何？肝斑ってなんかシミの一つなんだよね。なんかこう左右対称に出てみたいな。そうそう、治療が難しいって言われてる。そのレーザーとか効かなかったりする。内側からの治療でしょ。うん、内服何だっけ、うん、しい。あとなんか刺激とか与えると増えたりするらしいよ。だから柔らかく触りますって言ってた、この間あのエステかなんかのエステじゃない、なんだっけ、ハイドラフェイシャルのロケ行った時に言われた。イブプロフェンかなんか入ってるやつダメじゃなかったでしたっけ。でも結構初期の頃に入ったような気がするんで、確かに変わったのかな。うん、じゃあ気持ちいいっす。うん、かなり困るんですけど、これがついてくるってなったら、ありがたいですね、これは。ゲストのブヨさん、はい、あの見つけたことあるけど、誰なんですか。キリンで、はい、見たことあるような顔してません。そうっす、昔からのグループのメンバー。昔は昨日どうだった。昨日はね、楽しかったね。あ、よかったじゃん。人いっぱいいた。いや、でも少なかった。あ、そうなんだ、うん、よかったね。じゃあ、こんな俳優で一番忙しいのに山田健人さんの気にしてでも全部主演だからさ、主演ばっかりはむずい。忙しくなり、うん、あれなんか忙しいんじゃない。2、3年先まで決まってそうじゃないですか。まあ確かにね、演じ分けとか大変そうだね。大体全部主役だろうしさ、漫画系多いしね、多いアニメという。サンドイッチ美味しいよ。サンドイッチ美味しい、うん、飲食店ちゃんと守ってるってこと、守ってないってこと、全然違うかった。すね当て、すね当て入れなきゃダメですかね。入れとけばよかったってなる可能性があるんじゃない。マジすね当て、すね当てあんま入れたことないんだけど、どっちがすねが細い方が、そうですね、そうですね。入った、あ、いい、すぐ入った結構すぐ入った。これ伸ばせばいいの。靴ですわ。靴ですね。靴細っ靴細っ靴入らないんじゃないか、これ。いや、はい、あれ履いたんじゃなかったの。いや、メイク先にしちゃった。あー、はいはいはい、紐さえ足りればって感じかな。そう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 。ちょうどいい、ちょうどですね。うん、ほどけないようにしとこ。うん、
っちゃりも。ちりさんちっちゃ。幅広げすぎて。ひもち、結び目ちっちゃん。ちっちゃ。顔ちっちゃ。すげえきついわけじゃないからよかったです、うん、ちっちゃくしたんでんじゃな何してるんですか。あのスタイリストさんが今まで着せてくださったお洋服をあのどうしても岡田さんにもらってほしいということでたくさん持ってきてくれた中から選んでます。すごい。そうですよね。フリマ感覚とか言ってもう使わないんでって言って1枚500円で売ってくれるっていうか500円って可愛いお洋服。めっちゃ可愛いですね。可愛いね。だからこれ全部ユーキーが着たやつですね。1回そう。おで、ゆきが。いや、そこから。そこから。これかわいいって言って。で、これはちょっと。持ってってあるやつっす。かわいいね。かわいいっすね、確かに。どこかで着るでしょう。ほぼただいまテレビで。そうそうそう静岡のね、うん、レギュラー。これも、ゆきが首が苦しいって言ってたから。そう、首が締まらなくて。私が、ゆきのお下がりですね。ちなみにこれはマネージャーの中野さんが買います。袖がないからどうやって着るんだろうな。袖ない状態で着るのかな。怖い。楽しみだな。着てくるの、うん、いや着てこないよ多分。あとこれいいだ。中野さんがいい。中野さんが今日着ている服はなんとダダン。おかずクラブにそっくりな犬です。そうですね。中野さんインスタに載ってるやつです。オカリナさんと私です。よくこんな見つけてきた。いやザラです。ザラでした。ザラでした。今日は1個目の現場は終わったんですか。はい終わりました。いや結構走り回って。久々にあんなに走りましたね。あのいろんなサッカーをするっていうね、はい、あのそうそう目が見えない人のサッカーだったり、うんね、片足がない方のサッカーだったりいろんなサッカーを体験しようみたいな、うん久しぶりに走ったね。走ったし、でもやってみてやっぱりその競技やってる選手の凄さ、やっぱ動きがもう違うもんね。だってサッカー選手が普通にいるのに、すごかった。今からは違うお仕事なんですね。はい、あのご飯も食べましたか。ご飯は私は朝サンドイッチを用意されてたサンドイッチを食べて、オカリナさんは用意されたサンドイッチを食べた上に。1個目の仕事終わりにもう1個あのメイクさんのサンドイッチバッて食べてました。食べてもいいかなと思って食べちゃったらダメかとか言いながらメイクさん見ながら食べてました。ダメかの時にはもう一口目いっちゃってたんで、もうそこはやっぱりこういうご時世なんで分けましょうってことはできないんで。メイクさんは何も言ってませんでした、うん